の皆さん、皆さん、皆さん、本日はハチミツロケットはフィフスシングルリリースイベント in 池袋丸井さんのねリリースイベントが今終わりました。終わりました。ありがとうございました。生配信をしていたんですけど、うん、頭の部分がねちょっと都合により取れなかったんですよ。なのでここでね頭の部分を丸っとちょっと今日は、リピート再生アーカイブとしてね見る方用にちょっとこれを撮ってるわけなんですけど、今からそうリリースとか始まるわけですよ。イエーイ、緊張する。やだー、久しぶり。今日初ライブだよ。見てください、スタッフさんからのなんかあれサプライズでマイクにね祝発売日、いつも楽しいライブをありがとう。イエーイ、愛を感じる。はい、私たちはね今日これを持って歌いました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ね、もういい声出ました。そう、たくさんね感謝の言葉を伝えていますし、本当にたくさん感謝していますし、はい、このたくさんねフィフスシングルの曲も歌っているので、この後赤いはぜひ楽しんでいてください。それでは VTR どうぞ。はい、ということでね、今日は11月20日ということで、私たち5枚目のシングル「ロケットフューチャー」発売しました。ついに来ましたね。はい、もうなんかさ、ロケットのみんながお花とかもね、はい、ねえ、本当に素敵な、ありがとうございます。
どれ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 、さあこれを書いてくれたのは藤下理事長さんです。社長なのに店長におごらせるんだ。
ザラメおしゃべり。ざらめが終わったのにおしゃべりが止まんないですよね。まあリリースなんで。
で皆さん可愛い私たちをたくさん撮って広めてくれたら嬉しいです。ロケットフューチャー。楽しい。踊る感じ。
あ、戻んなきゃいけない。みんなありがとう、みんなありがとう、広めてね。びっくりしたわ。ねえ、すごいね。ねえ、みんな撮れましたかな、撮った写真はね、ハッシュタグ八六家推しカメラとつけて SNS で拡散していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでこのね、はい、今日は発売日ということで、はい、私たち目標を掲げていましたよね。はい、はい、ね、で今日はそのがね出るということで、はい、何が出るんですか。あの、なんだっけ、オリコンデイリー、うん、そうね、そう、オリコンデイリーが出るので、はい、私たちあれだよね、オリコン5位以内に入るっていう目標を立てたんですよ。はい、だから、はい、ポニーキャニオンさんにね、達成されてるかどうかの。じゃあポニーキャニオンで一番イケメンの人の名前呼ぼう。そうね。それどんな感じで言うの。みんなも分かるよね。そう、むしろ本当にここまで来れてよかったなっていう風に新体制一発目切れてよかったなっていう風にも思ってますので、まあ、なんとかねこのままウィークリーで、そうね、ウィークリーそれよ、そう、ここでへこまれちゃいこうって言ってないよね。続けていければ、はい、なんかまた違う未来が見えるんじゃないかなっていう風に思うので、デイリー後は叶わなかったけれども、まあ、次の目標もすぐ先にはあるんだけど、そこに切り替えてちょっとみんなでリリース集頑張っていきたいなと思うんですけど、どうですか。はい、頑張ります。はい、本当に皆さんに支えていただいて、今日数日ですので改めてキュウリありがとうございましたので、ご挨拶いただければ。なるほど、キュウリってね、はい、取れないですよ、なかなか、ね、うん、そうね、1桁ですからね。1桁ですよ、ハリマさん。1桁ですよ、1桁ですよ。そうですよ。だって今回の発売日が重なってるアーティストが結構ね、もうすごい考えたな。そう、世界規模の人とか、世界規模の人だな。でも今日私たち1桁、そう、キュウリ私めっちゃポジティブだから、うん、大丈夫、ウィークリーもいけると思うよ。そうよ、私、何言ってたの。でも、いけると思うよね。だって、ね、こうやってさ、6人になってもこうやってみんなに来てくれるしさ、みんなこうやって笑ってくれるんだからさ、そんな、あれよ、ここでエゴ食べるかよ。じゃあ、みんなで
ありがとう、まずありがとうございましたというところと、はい、ウィークリーもね、なんかトップで入るように頑張りますので引き続きお願いしますのご挨拶をじゃあしていただいて、特典会の方に移れればいいんじゃないかなって思いますが、はい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 、皆さん、9位という順位をありがとうございます。ありがとうございます。私たちこうやって5枚をね CD を出させていただいたんですけど、こうやって目標を立てて出したことが今までなかったので、どうなるんだろうって正直すごいドキドキしてたんですけど、みんながねすごい頑張ってくれて、私たちのことを応援してくれて、今こうやってね順位をねいただくことができたので、やっぱりね目標にね到達することができなかったのはやっぱ悔しいですけども、あのねこの気持ちをね忘れずに、もっともっとこのねあのハチミツロケットのね楽しいっていうのを伝えられるように、残りのリリース集頑張っていきたいと思うので、皆さんどうかまだまだよろしくお願いします。よろしくお願いします。この後もまだまだ味だけで一緒に発売日楽しんでいきます。
て私たちのことを支えてくれて本当にありがとうございます。この後特典会楽しみましょう。締めさせていただきます。以上、私たちチームに向かってリフトオン、はちみつロケットでした。ありがとうございます。